皆さんこんにちは。今日は令和3年3月27日土曜日、僕はただいま静岡県三島市にございます。三島駅南口の前に来ております。今回はここ三島駅南口から修善寺駅へと移動する企画です。しかしながら今回は伊豆箱根鉄道つんず線、通称伊豆箱は一切使いません。それでは何を使うかと申し上げますと、今回は路線バスを用いて移動することになります。ただし路線バスだけではどうしてもつながらないところが出てきますので、これは見てのお楽しみということにいたしましょう。それではお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。三島駅から出ているバスはいろいろありますけれども、ご覧の大平車庫行きのバスに乗りますと途中で積む可能性が出てきます。そこでいろいろと調べた結果、一度沼津駅へ出た方がいいのではということが分かりました。従いましてここを三島駅からは沼津駅行きのバスに乗ることになります。ただいま時刻は9時44分となります。従いまして今度のバスは9時50分になりますので、ここで待ちましょうか。と沼津駅行きが来たのでこれに乗ることにしましょう。はい、整理券を取ってください。はい、お願いします。ご注意ください。お待たせいたしました。このバスはご系統旧道経営沼津駅行きでございます。はい、ご協力をお願いいたします。三島駅から30分ほどで沼津駅前に到着しました。なぜ沼津駅に来たかと申し上げますと、ここから伊豆長岡駅、すなわち伊豆の国市方面へ行くバスが出ているからです。まあこれは降りるところ次第なんですけども、伊豆の国市まで一気に行ける、これは心強いじゃないですか。ちなみにただいまの時刻は10時30分ですかね。次の伊豆長岡駅行きのバスはですね、今日は土曜日ですので11時発になりますかね。まあ次のバスまで30分ほどありますので、ここで小休止することにしましょう。乗る予定のバスの時間まで30分ほどありましたので、沼津仲見世商店街で時間を潰してきました。多分このバスですので、これに乗って長岡へ行くことにしましょう。
線直後の横断は大変危険ですからおやめください。先ほど長岡総合会館前に到着しました。時計に目をやりますと、ただいまの時刻は正午を過ぎたところではないでしょうか。まあ時間も時間ですので、まあ、ランチタイムを挟みながら移動することにしましょう。ランチタイムは伊豆長岡にあるダイニングバーポモドーロでピッツァとパスタをいただきました。途中お昼ご飯を済ませまして、ただいま伊豆の国市内を流れてます鹿野川に沿って歩いているところです。今このようにして歩いてるんですけども、向かって右側に葛城山、そして向かって左側に城山が見えております。何故このようにして歩いているかと申しますと、実を申せば同じ伊豆の国市内でも長岡地区と大人地区を結ぶ路線バスがないからです。まあバスの路線がないということは、伊豆の国市の長岡地区と大人地区を直に結ぶ需要はないということになりますが、果たして本当にそうでしょうか。たとえあったとしてもタクシーでこと足りてしまうぐらいの需要でしょうか。まあ、正直なところ、本当のところは分かりかねます。まあこれは僕の勝手な見立てなんですけども、仮にイーツがつかないウーバーが日本に進出しようもんなら、こういった地方から真っ先に標的にされるんじゃないでしょうか。まあ気にはなります。
歩いているうちに狩野川に架かる橋がだんだん大きく見えてきました。まあこういった景色に出会えるのも歩きの特権ですかね。何せ今通ってるところは自動車はおろか自転車でさえ通ることはできませんからね。まあなんだかんだ言ってるうちに大門橋のたもとまでやってきました。ここを渡れば大人地区に入りますんで、早いところ渡ることにしましょう。まあよく考えたらチャンネルを開設して以来乗り物を使わずに神奈川を渡るのは今回が初めてですよ。もうすぐ大門橋を渡りきるところですけども、まだまだ先はあります。先ほど大門橋を渡りきって伊豆の国市の大人地区に入ったところです。今でこそこのように家が立ち並んでるんですけども、かつてこの辺りは神奈川の底だったと伺っております。まあ、時計に目をやりますと14時すなわち午後2時9分それぐらいですかね。ということは伊豆長岡を13時すなわち午後1時に出発してますから、まあ1時間10分ということになりますかね。まあもうすぐ道の駅伊豆のへそにたどり着きますんで、この辺りで休憩でもしますか。道の駅伊豆のへそで一休み。そこにあるボンボンベリーカフェでボンボンふわとろパフェをいただきました。まあそれなりに休まったことですし、時間も押してますのでそろそろ出発することにしましょう。じゃあどう。この節イズベリーバスなるものを走ってはいるんですけども、これはイズベリーパスポートを買わないと乗れない代物ですので、まあ、この企画的には NG ということにしましょう。道の駅伊豆のへそを出発し、先ほど広瀬神社に到着しました。ちなみに時刻の方は15時すなわち午後3時23分。まあバスが出る時間まではそれなりにありそうですね。全くの余談なんですけども、ここ広瀬神社はおいおい別のチャンネルで紹介するかもしれません。まあ何せ当チャンネル群発祥の場所とされていますから。
広瀬神社から少々歩いて、先ほど広瀬公園バス停前にたどり着きました。まあバス停の名前こそ広瀬公園なんですけども、実際の広瀬公園からはだいぶ離れていますね。それで今度の修善寺駅行きは15時50分、今日は土曜日ですのであるみたいですね。現在の時刻は15時、すなわち午後3時45分ぐらいですかね。あと5分ぐらいでバスが来るはずですので、ここで待つことにしましょう。お願いします。公園からバスに揺られること、先ほど修善寺駅に到着しました。ただいまの時刻は16時、すなわち午後4時半になります。まあ繰り返しになるかもしれませんけども、今回は三島から修善寺まで伊豆箱根鉄道寸線、すなわち伊豆箱を使わずに路線バスだけで移動する、まあそういった企画でした。まあ三島から修善寺まで公共交通機関を使う場合は、大抵の場合伊豆箱根鉄道寸線を使うことになるんですけども、それを使えば30分程度で済みます。で、今回の企画のように路線バスだけで移動しますと、そうですね、6時間強はかかってしまうでしょう。もっとも今回みたいに動画の企画でもない限り、三島から修善寺まで路線バスで移動しようなんてことはまずしませんね。それではここ修善寺駅前からこの動画を締めることにいたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。
また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。